森新太です。私はどこに来ているでしょうというと、じゃーんってあんまりパリ感ないんですけど、今フランスに来ております。実はですね、ラロシュポゼさん のお仕事で来させてもらっていて、皮膚科の先生たちとのシンポジウムに出たり、ラロシュポゼ村に行ったりっていうことをしているので、それはまた別の動画になっているんですけれども、結構旅行とかに行くと、先生スキンケア何持っててますかとか、メイクどうしてますかって言われることが多かったので、本当はナイトルーティン撮ろうと思ったんですけども、昨日は朝の6時にホテルを出発して、シンポジウムだったりとか勉強会みたいなものをして、またホテルに着いたのがもう夜中の10時前だったんですよ。でもあまりにも疲れてて、その前の日に朝に到着して、また1日ずっとシンポジウムで夜までいたので、疲れ切っちゃって、ちょっと動画を回す気力がなく、今日だけは一応帰るだけなので何もないので、何を旅行先に持ってきたのかはちょっと撮っておきたいなと思ったので、動画を撮ろうと思います。ということで、今日はスキンケア何持ってきたかっていうのと、メイク道具何持ってきたかっていうのをご紹介したいなと思っております。では早速、私は結構ぎっしり持ってくる派なんですけれども、今回のフランス旅行は、フランスってすっごい乾燥してるじゃないですか。で、私自身は湿性肌なので、あんまり乾燥対策っていうことにすごく重きは置いていないんですが、例えばホテルの中だったりとか、移動中だったりは乾燥するだろうなと思って、いつもよりもしっかりと保湿をしていこうと思って、その保湿重視でも皮脂は余計な皮脂は出さないようにっていうのをコンセプトに持ってきたスキンケアのアイテムになっております。クレンジングはこちら、アルビオンのエクシアジョイアリュールクレンジングオイルです。下半期のベスコス の美穂さんとの動画でも言ったんですけども、クレンジングオイルなんですけれども、乾燥感がもう本当にないんですよね。気持ちよくは落ちるんだけれども、突っ張り感もないし、あとクレンジングオイルたまにあるぬめり感っていうのもほとんどないので、こっちはちょうど乾燥もしているのと、しっかりねメイクもしなきゃいけないっていう旅行にはいいんじゃないかなと思って、こっちを選びました。おかげさまでクレンジングの際に突っ張るっていうことは全然なかったし、クレンジングを落とした後のなんか乾燥感とかも一切なかったので、やっぱり乾燥大国フランスでも全然大丈夫だなと思いました。続いて洗顔なんですが、洗顔はいつも東京で使っているものよりは肌に優しくっていうのと、香水なんですよねフランスって。だから泡立ちがしづらいだろうなと思うので、もともと泡があるタイプがいいかなと思ってこっちにしました。エカトのホワイトスパウォッシュですね。炭酸の洗顔になります。もちろん花王さんとかみたいにすっごい高濃度ではないんですけれども、ホイップって書いてあるので、ずっとここに乗せてても潰れないんですよね。あとエカトって言ったら炭酸パックがすごい有名で、これは1分間の朝の洗顔でやってくれるよっていうものなんですね。炭酸の力でそんなに界面活性剤も入れてなく、汚れも落とせるし、押すとふわーって出てきてくれるので、香水のところでもいいかなと思って、おかげで昨日も4時半起きでしたが顔をむくまず良かったんじゃないかなと思います。化粧水は2つ持ってきました。こちらです。こっちがリサーチのスキンメンテナイザーで、こっちがラネージュのクリームスキンローションなんですね。リサーチは前からずっと言ってるので、もう知ってる方いらっしゃると思うんですけど、保湿もしながら余計な油分とかっていうようなものは入ってなくて、本当に内側からちょっと潤してくれるっていう化粧水ですね。ハリ感アップとかもしてくれるので、私は結構好きでずっと使ってるんですけれども、今回こちらですね、私下半期の化粧水では押していて、なんでかっていうと、使ってるからわかると思うんですけれども、白濁していて、クリームスキンローションっていうから結構ベタベタするのかなって思ったんですけども、全然ベタベタしないのにすっごい保湿がされるんですよね。独自のセラペプチドっていう、セラミドとペプチドを掛け合わせた成分が入っていて、セラミドって言ったらもう保湿じゃないですか。こちらに入っているペプチドハリ感とかもそうなんですが、保湿もサポートしてくれるペプチドが入っているので、ベトベトしてるとかではないんですけれども、しっかり保湿をしてくれるんですよ。確かロフトの一部の店舗でこれを買うと、このミストのキャップをくれるっていうことで、私もちょっといただいたんですけれども、これはスキンメンテナイザーをした後に全身にこうかけるっていうような感じ、寝る前とかも乾いてるなと思ったらわーっとかけちゃってっていうようにしてました。表面がベトベトするっていうことはないんですけど、本当にもっちりするから、乾燥してる時とか、乾燥肌の人にもいいんですけれども、湿性肌の人ってなんか油は出るんだけど血が乾燥するっていうような方にもいいなと思って、こちらを使っております。
そうだ、化粧水の前に使う導入系のものを言うの忘れてました。導入美容液はこっちを持ってきました。ライースのリペアコンセントレーションですね。これはライスパワーナンバー11とライスパワーナンバー23が入っているんですよ。前回は茶色い瓶のやつをご紹介してて、あっちはどちらかというと超乾燥肌の人に皮脂が出るものをサポートしてくれるようなライスパワーが入ってたんですよね。なので今回はそっちにしようかなと思ったんですが、こっちはライスパワーナンバー11自体その水分量をアップさせる機能はあるし、ライスパワーナンバー23はどちらかというとバリア機能を保護するっていうような感じなんですよ。だから私は皮脂を出して保湿をするっていうよりはライスパワーナンバー11みたいにもう水分を入れるのと、まあ、23番でバリア機能を整えた方がいいんじゃないかなと思ってこっちに最近はしています。洗顔クレンジングした後にライスのリペアコンセントレーションの W の方を使って化粧水2つっていう感じにしてます。東京では美容液塗って終わりっていう感じでもありだなとは思ったんですけれども、やっぱりここは乾燥しているフランスなので、私は今回は乳液を持ってきました。こちらですね、ドクター K のシリンクルホワイトミルクになります。いつもだったらここにレチノール系のものを入れるんですけれども、やっぱり乾燥してるのでちょっと一回レチノールお休みしようかなと思ったので、今回はあのレチノールケア持ってきてないんですけれども、パルミチン酸レチノールも入っているので美容液で持ってくる必要はないかなと思って、こっちは保湿もしながら、まあ、ビタミンカクテルでしっかりとお肌も守ってもくれますし、ビタミン C、E もしっかり入ってますから、そういう意味では特別、レチノール系は入れなくてもこれで、まあ、いつも通りにできるし、あとなんといってもしっかりしっかり保湿をしてくれるけどベタベタしない皮脂科の人にも全然大丈夫な乳液になるので、こっちを持ってきて、少し乾燥しているとお化粧のノリがやっぱ悪いなってフランスに来て思ったんですよね。だから油分をちょっとまとわせてあげることでメイクのノリもすごく良くなったので、乾燥してる季節っていうのはしっかりお水入れ込んで毛穴に負担のないあの油分で膜を張ってあげるのめちゃくちゃいいなと思ったので、今回これ持ってきてすごい良かったなと思いました。あとは部分的にほうれい線のところとか、あの目尻のところとかやっぱシワ改善のやつ持ってきたいなと思ったんですけども、さっき言ったみたいにちょっとレチノール系は乾燥すると嫌だなと思ったので、こちらライースのリンクルクロスを持ってきました。さっきのがライスパワーナンバー11で肌の水分量を上げるっていう機能なんですが、ライスパワーナンバー11プラスは基底膜ケアと真皮にコラーゲンとかエラスチンをアップさせるのでシワ改善もしてくれるんですよね。でもどっちも水分はアップしてくれるものになるので、乾燥はもちろん嫌だけれどもシワ改善をしっかりしたいっていう時にはいいかなと思って、実はこれちょっと薄く塗るとクリームっぽいテクスチャーにもなっているので、目尻とかほうれい線だけじゃなくて乾燥があるなっていうところにも広めに塗ったらめちゃめちゃ良かったです。はい、あとは目元ですね。やっぱ目元はそれ専用のを持ってこようと思ったので、こちらこれがエノーガニックのプレナムっていうシリーズのリンクルダイレクトエッセンス。目元とかの皮剥化、皮膚が薄くなっていくものにアプローチするようなスプリングミストっていうものとナヤシャミの掛け合わせの成分が入ってるんですけども、やっぱり私目の下が薄くなって青グマっぽい血管が見えちゃうので、もうこれはしっかりといつも使っているので、それもあの持ってきました。こういうアダプターになっているのでちょっとひんやりするところもあるんですよ。だから昨日みたいに朝早く起きてちょっと目が腫れぼったい時にもこれ塗るとスッと目元のあのむくみも取れるので、こちらも重宝しております。あとちょっと日本に未発売のものなんですけど、ちょっと使っていいなと思ったのが、今回ラロッシュのお仕事で来て海外の先生たちとお話ししたら、ラロッシュが日本では日焼け止めのイメージなんですけれども、傷のそのリペアっていうのをすごく海外の先生たちはおっしゃっていて、世界で一番売れてるのがなんか歯科リペアクリームっていうやつらしいんですよ。それは使ったことないのみたいに言われて、いや使ったことないっていうか日本にまだ発売されてないしと思ったら、こちらに着いた時に使ってくださいっていう風にあのラロッシュの製品、日本に売ってないものも置いてあって、その中にその歯科プラストクリームっていうのが入ってたんですね。それがこちら。これ自体はなんかその皮膚科の先生たち、フランスだったりアメリカの先生たちは傷があるような湿疹があるような人だったりにも出して改善いいよみたいに言ってたんですよ。いやいや言ってもと思ったんですけど、実は YouTube ライブ見ていただいてたりとか、私のあのインスタ見てたらわかるかもしれないです。ここに来る前に娘がカリッて私を引っかいてめっちゃ傷があったんですね。飛行機に乗るとき私なんか絆創膏じゃないんですけどもちょっとしてたんですよ。でメイクもしづらいなと思っていたの
ので飛行機の時にやっぱりもうすっぴんだし、どうしようこんな出張前にと思ってて、傷のリペアっていうぐらいだからちょっと塗ってみるかと思って、ついてからシカプラストバームっていうのをその先生たちから聞いてから塗ってみたら、自然治癒力もあると思うんですけれども、結構わかんなくなってきたんですよ。化粧取ったらまだ赤みはあるんですけれども、痛かったんですけどかなり引いて、もう今はお化粧をしても全然ヒリヒリ感もないので、このまま色素沈着がなくなれば全然何事もなかったようになるなと思ったので、すごくいいんじゃないかなと思っています。まあ日本ではまだ売ってないんですけど、一応そんな感じで使ったものとしてご紹介させていただきました。あとはヘアケアなんですけれども、白髪の改善の動画を撮ったじゃないですか。あれで4種類頭皮のケアのやつをやって、今1本ずつ使ってるんですよ。どれが一番白髪が改善するかなと思って、今はこちらですね、このボズレーのブラックプラスエッセンスっていうのを使ってます。キャップがあるから持ってきやすかったっていうのもあるし、髪が濡れてる時に頭皮につけて乾かしちゃえばベタつきとかもないので、3分の1ぐらいしか残ってないんですけれども、まだ正直じゃ黒い髪になってきたかっていうとかわかんないですけども、まあとりあえず使ってみています。あとは髪の毛をストレートにしていることが多いんですけれども、ストレートアイロンをかける前に必ずするのがこちら、シスレーのヘアリチュアルザクリームというものになります。ストレートアイロン当てる前にこれを塗っておくと熱のダメージを抑えられるっていうことになるので、やっぱりどうしてもストレートアイロン当ててると毛先がパサつくので、これをまず塗ってからストレートアイロンをかけるようにしてます。終わったらこちらですね、モイのオイルレディアプソリュートっていうボディオイルにもなるし、ヘアオイルにもなるって書いてあるんですけど、私はヘアにしかあんま使ってないんですけども、パサつきを抑えてるっていう、これがヘアケアのアイテムになってます。これでスキンケアは全てですね。じゃあちょっとメイクもパパッといきたいんですが、メイクはやっぱりファンデーションっていつも何種類か混ぜるんですよね、自分の色にするように。でも旅行先に持ってくるの大変だなと思ったので、この前韓国に行った時に私の色に合わせたものを作っていただいたんですよ。トーンワークっていうところで、私の肌の色に合ったやつはこれですっていうのを AI がこう示してくれるやつを買ったんですね。なのでこれを持ってきました。すごいね、いいなと思ったのは、クッションっぽく見えるじゃないですか。これクッションじゃないんですよ。ここを押すとリキッドファンデが出てくるんですね。これ押すとピュって出てきてくれるから、いつも使ってるようなスポンジでそれを伸ばしていくっていうような感じになって、かつ自分の肌色にぴったりだよっていうことで、乾燥感とかもなかったんで、ちょっと日本では発売されてないっていうことなので、もし韓国に行かれる方はぜひぜひちょっとチェックしてみていただけるといいかなと思います。あとそうだ、下地はもういつも使ってるラロッシュのトーンアップ UV イデアプロテクショントーンアップローズです。フランスではね、トーンアップ売ってないんだって。私びっくりしたの。さっきのバームの話になった時に、じゃあ日本で何が一番売れてんのみたいに聞かれて、こっちだよって言ったら、これフランスには売ってないよみたいに言っていて、フランスでは別の日焼け止めが売れているって言ってて、なんでかを聞いたら、やっぱりフランスってスキントーンが様々な方がいるので、あんまり肌を明るくしたいっていう要望がないらしいんですよ。だから売れてる日焼け止めは全く色がついてないっていうものらしいです。国が変わればやっぱり売れてるものも違うんだなと思って、でも私はもう絶対トーンアップローズが好きなんだって熱弁したんですけど、なんかあんまりピンときてなかったみたいです。下地兼日焼け止めはラロッシュのトーンアップにトーンワークのファンデーションをつけて、カリッと娘が傷をつけたのでコンシーラーを持ってきていて、それはディオールのコンシーラーになってます。 1N を今回は持ってきました。やっぱちょっと赤い感じがあったのでそれを持ってきています。さっき言ったみたいにもうね、化粧では隠れるぐらいいい感じっていうのと、ディオールのフォーエバーのコンシーラーはめちゃめちゃ隠れるからね、だからもうこれは素晴らしい一品かなと。あとはこのコスメデコルテのお粉なんですが、コフレの中に入っていたものでちっちゃくて持ち運びがいいので、海外に行くときとか旅行に行くときには必ずこれを持ってきてます。アイシャドウはもうほとんど塗ることがなかったんですけども、絶対使うこの2つを持ってきました。こっちの、ルナソルのアイカラレーションの19番、あとはこれもずっと使ってて、ちょっと底見えしてきてるんですけれども、ルナソルのアイカラレーションの EX の20番、これだけ持ってきたんですが、ほとんどアイメイクをする時間はなくて、あとはチークですね。チークは練りのチークにしました。エレガンスのチークの PK101 番、ちょっとピンクっぽいもの練りなので、まあ、塗り直しがしなくてもいいかなと思ってこちらを持ってきています。最近のノーズシャドウのお気に入りがこれなのよ。キャンメイクのシェーディングパウダーなんですけど、04
番、01でも02でも03でもなく04番がめちゃめちゃ良い。今カネボウのカニ味噌あるじゃないですか、あれもいいんですけれども、それと入れた時の影の出方がすごく綺麗で、カニ味噌が買えない方はこっちありかなと思って、っていうのも私いつもメイクしてもらってる鈴木さんがこれ先生いいですよって言って、カニ味噌とちょっと比べてみてくださいって言われたので使ってみたら確かに本当に良かったから、今回はカニ味噌じゃなくてキャンメイクのシェーディングパウダーを持ってきました。アイブロウはいつも通りケイトですね。茶色みがある EX の5番とカーキっぽいケイトのデザイニングアイブロウの07番をちょっと混ぜて使うので、それを使って描いて、リップは今回はちょっとディナーの時に赤みを足したいなと思って3本持ってきてます。これがバレンチノのリキロッソの 21BA っていう、パーティーとかの時に赤みを足す感じ。白衣でするお仕事も多かったので、その時にはこのエレガンスのルージュクラジュールっていうのの08番ですね。今もそれをつけてます。ベージュピンクでどんな時にもいいかなと。パーティーの時にこのリキロッソと下につけてたのがナーズのアフターグローセンシュアルインリップスティックの225番、ダークに見えるんですけれども、このリキロッソと一緒に合わせることでなんかあのモードな感じに仕上げることができるので、こっちを使っていました。本当はね、ゲットレディウィズミーとかナイトルーティーン撮りたかったんですけども、ちょっとなかなか難しかったので、今回はこんな感じにしようと思います。雨が上がったわよ。雨が上がってきた。さっきまで雨が降ってたんですけれども、実はこれから全然パリのしないというか置いてないので、会いたい方に会ってこようかなと思っておりますので、少しだけパリを散策していきたいと思います。ということで今日も最後までいただいてありがとうございました。今回もすごくお勉強になったパリでの出張になりました。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。でさっき準備して、私はお着替えしておめかしして推しに会いに来ました。鈴木さんです。こんにちは。美味しそうなやつが美味しそうです、ね、ということで私の会いに来た人は鈴木さんでした。